こんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は先ほどピーナッツ食べてご機嫌ご機嫌です大好物大好物さてさてアマプラタイムのお時間でございますアマプラタイムのお時間いやアマプラのお時間アマプラタイムどっちかにしてくださいということでアマプラタイムです <laughs> はいアマ ゾンプライムビデオで今すぐ見れるショ作品を紹介しております。今回はえもう15年ぐらい前の作品になるんですね。フラガールという作品でございます。えー、なんでこの作品を選んだかそれはもちろんいい作品からだからですよ。4.5ですから、評価4.5ですよ。はい。4.5はすごいですよね。 あとはですね、まあ、私の好きな女優、松雪泰子が主演だから <laughs>、というのも、ちょっとあるにはあるんですけども。まあ、それはそれとして、ちょっと概要を読みますね。昭和40年、エネルギー革命により、閉鎖が迫る炭鉱の街。そこでは、北国をハワイに変えようという、 騎士改正のプロジェクトが持ち上がっていた。目玉となるのはフラダンスショー。誰もが見たことがなかったフラダンスを炭行娘に教えるため、東京からダンサー平山まどかが教師としてやってきた。旬を過ぎ、しがらみを抱えるがゆえに、 最初は嫌々ながら教えるまどかだったが、生きるためにひたむきに踊る少女たちの姿に、いつしか忘れかけていた情熱を思い出していく。しかし、肌をあらわに腰身のをつけるなど恥とされた時代。世間の風当たりは冷たく、 教える相手は全くのど素人。果たして、常夏の楽園は誕生するのかオープンの日は迎えられるの,られるのか最後に噛んでしまいましたね。ちょっと勢い余って。はい、感動のなものですから、はい。これ、あの、実話をちょっと元にしてるんですよ。いやこの こううい教師がいたんでしょうけどまあそれそこまではコピーできてないんですけどはずなんですけど多分あのこれあそこですよあの福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズの話ですはいあそこ炭鉱の町だったんですよ石炭石炭石炭取ってたんですよけどもう石炭なんてもう終わりだよっていう時代を迎えるにあたって その炭鉱屋の親父社長が、ここをハワイにするんだって言って、鶴の一声で始まったプロジェクトだったんですよ。もうみんな大反対ですよ、最初は。いくらあんたの言うことでも聞けねえや、それは、みたいな。それを説得して説得して、何か別のものをやらないと、もう我々は、もう、 分散して街がなくなってしまうと。街を守るんだと。続けるんだと。いうことで始まったプロジェクトの目玉がフラダンスショーだったんですね。今もやってますよね。フラダンスショーね。スパリゾートハワイ,ハワイアンズでね。はい。東京からバスも出てるんですよ。はい。アクセスいいんですよ。実は。結構。はい。はい。 ということで、これ、感動ものでございます。はい、ぜひ、ぜひ、この、感動、女性がたくさん出てくる感動の物語、見てほしいと思います。はい、ということで、本日お送りした作品は、フラガールでございました。アマプラですぐに見れます。早速見れますので、皆様、ぜひ、 ぜひご覧ください。ということで、今回の配信は以上となります。アマプラ万歳ということで、また次回別の配信でお会いいたしましょう。さようならハワイ行ったことないんだよな、まだ。<laughs> 行きたい。